攻撃行動、攻撃行動、攻撃行動、A, アグレッシブ、ビヘイビアとは、危害を避けようとしている他者に、身体的、精神的な危害を加えようとする攻撃行動である。本校では、生物学、心理学における攻撃行動について外説する。攻撃行動の原因としては、内的衝動説、情動発散説、 社会的機能説の三つの系統が考えられている。生物学では攻撃性は内部的な要因と外部の刺激の相互作用によって引き起こされると考える。攻撃性はいくつもの非常に異なる内部的な特徴を持つ。様々な技術と実験によって科学者は神経学的、生理的構造と攻撃性の関連について調査を行うことができた。 多くの研究者は攻撃性を説明するために脳に注視する。哺乳類の攻撃性が関連する部位には、扁桃体、床下部、前頭、前の、前尾上皮質、海馬、中核核、中脳中心海白質が含まれる。動物の意思を測定することは困難であるため、神経科学の研究では攻撃性は、他の物体や動物に向けられ、対象を傷つけるか破損させた行動と、 定義されている。猫、ネズミ、猿の研究が示すように、床下株と中脳中心開白質が、哺乳類で攻撃性をコントロールする、最も重要な部位である。床下株への電気刺激は攻撃行動を引き起こす。それは攻撃性レベルを決定する助けとなる神経、伝達物質セロトニンと、バソプレッシンに対する床下株の急速な需要を、促す。 扁頭体も攻撃性に深く関与している。ハムスターの扁頭体への刺激は強い攻撃行動を引き起こす。トカゲの進化的に相当な部位の損傷は攻撃性と闘争性の大きな現象をもたらす。様々な神経伝達物質とホルモンが攻撃行動と相関することが示されている。最もよく研究されるのがテストステロンである。ある研究は テストステロン濃度と攻撃的な反応が明確に関連していと指摘した。成人期には個人レベルでの攻撃性の測定にテストステロンを用いることができないのは明らかである。しかしいくつかの研究では暴力犯罪の前科がある再犯男性は前科がない男性の犯や非暴力犯罪を犯した男性と比較して血中テストステロン濃度が高かったことを示した。しかし、 テストステロン濃度と攻撃性の相関関係は、テストステロンが攻撃性の原因であることを意味しない。男性スポーツ選手の調査では、試合の前に急速にテストステロン濃度が上昇し、その後は低下するが、試合の結果でも変動することが分かった。勝者のテストステロン濃度は敗者よりも高い。女性の場合も、暴力犯罪の前科のある女性はそうでない女性より、 テストステロン濃度が高い。しかし女性スポーツ選手の研究では男性のような顕著な反応は見られなかった。アロマターゼは攻撃行動の調整に関連する部位で顕著に分泌される。アロマターゼ酵素の分泌を遺伝的にノックアウトされたマウスでは攻撃性が顕著に減少した。しかし異なる種ではアロマターゼ活性と攻撃性は逆のパターンを示す。 他のマウスでは、エストラジオールは、環境依存的に作用する。16時間の日照の下では、エストラジオールは攻撃性を減少させる。8時間の日照の下では、エストラジオールは、急速に攻撃性を増加させる。哺乳類以外の例では、黄色症状映えで、遺伝学的研究が進んでいる。黄色症状映えの、それは、同性愛をもたらすは、症状映えの闘争に、 重大な影響を与える。脳のフルーツレス遺伝子かトランスフォーマー遺伝子の働きを操作することでメスの攻撃行動を持ったオスやオスの攻撃行動を持ったメスを作り出すことができる。2世の間で攻撃性を分けていると思われる候補の遺伝子は度外染色体上の SRI 遺伝子である。STS 遺伝子はニューロステロイド合成のために 重要なステロイドスルファターゼ構想を高度化していい。それは良性で分泌され、オスマウスでは攻撃性と相関している。メスマウスでは出産、授乳時に劇的に増加し、その時期に母親は攻撃的になる。大部分の行動と同様に、攻撃行動も動物が生存し繁殖する助けとなるかどうかを検証的に確かめることができる。動物は縄張り、食料、 水、つがいの機械を獲得し、維持するために攻撃性を働かせる可能性がある。研究者は攻撃性と殺人の能力が我々の過去の進化の所産であると理論を立てた。攻撃性の最も顕著なタイプは捕食者と被食者間によく見られる。捕食者に対して自分や自分の子を守ろうとしている被食者も攻撃的になる。しかし非常に大きな敵や、 敵の集団に対する攻撃性はその個体の死につながるため、個体数の数への敏感さを発達させている。相手の強さを測定する、この能力は天敵に対して闘争か逃避かの反応とて現れる。個体の遺伝子の存続のために、利他的行動と呼ばれる行動が進化する。利他的な行動の例は捕食者が接近している時に、それを知らせる警告音である。 この呼び出しが群れに捕食者の存在を知らせるのと同時に警告を発した個体の位置を捕食者に知らせることになる。警告音は発信者に進化的な不利をもたらすように見えるが、親族が逃れることができれば遺伝子の継続は容易となる。多くの研究者によれば捕食は攻撃的ではない。猫はネズミを追いかけるとき背中を丸めたり威嚇したりしない。 死傷株の状態は攻撃行動よりも上を反映した状態に類似している。動詞個体への攻撃性は繁殖に関係するいくつかの目的にかなう。この目的のうち一般的なものの一つは順位の確率である。特定の種の動物型個体の住む環境に置かれた時、最初にすることは社会的順位を決定し自分の立場を守るために戦うことである。 一般的に上位の個体は、下位の個体よりも攻撃的である。大多数の同詞間闘争は、実験個体の導入から24時間以内に終わる。オスとメスが異なる攻撃性の傾向を持つことを説明する理論はいくつかある。いずれも、生存の主要な目的が個体の DNA を伝達するチャンスの増大であると考える点では共通している。 そのうちの一つは、一方の生が他方より、多くの親の投資を行うために、一方の生は他方にとっての希少資源となると述べる。大多数の種においては、多くの投資を行う生はメスである。オスにとって、高い社会的序列の維持と資源の保有は繁殖の機会を獲得し、遺伝子を伝えるために重要である。メスは、それとは異なり、 繁殖成功は同時に長い妊娠期間と授乳に束縛されることを意する。したがって、オスの繁殖成功は、違うことのできるパートナーの数に束縛される。その結果、オスはしばしばメスよりも、頻繁に身体的な攻撃性を発揮する。オスは他のオスと争い、リスクを犯して高い社会的地位を確保する。オスはまた自分のパートナーの持つ、 他のオスの血をを引く子を殺すことさえある。頻度は少ないがメスにもある。オスは従って身体的な複利構成を軽視する傾向にある。対照的にメスは他の個体と資源を争う。資源は子供に変えることができる。社会的地位の確保はメスよりもオスにとって高くつく。それはメスが高い社会的地位を獲得しても余分な利益をオスよりも獲得しにくいからである。 理論的には、メスは健康と豊かさのために低い攻撃性、低いリスク、資源を得るための間接的な戦略を取らせるようになると予測できる。その結果、メス同士の資源をめぐる闘争では互いを負傷させることは稀である。この事実は人間に翻訳されると、男性が女性よりも社会的地位を望む傾向を示すと示唆する。社会では、 男の子の攻撃性は社会的地位と自尊心によってさらに動機づけされるが一方女の子の攻撃性は地位ではなく資源獲得に集中されより身体的な危険が少ない間接的な隠れた攻撃性に向かうと予測できるしかしながら動物の行動を用いて人間の行動を説明すること現代人の行動を進化的に説明することには広い反対がある 発達心理学において幼児が攻撃行動を行うことについてこれまで多数研究されている。攻撃行動は他者への損害を及ぼすために道徳的には異敗行為と申されるが他方戦争などで攻撃を受けた側が報復する場合などは肯定的に評価されることもある。復讐攻撃は被害者側の相対的剥奪感を解消し公平感をもたらすこともあり。 近年、米国の刑法学においても、報復的構成が研究されている。腰中工事の幼稚園児童の研究によれば、他の児童から物を取り上げるなどの挑発的攻撃、奪われた物を取り返す、報復的攻撃、さらに別の児童が取り返してあげるなどの制裁的攻撃の3つの概念提出している。また幼児らは、挑発的攻撃は悪いと判断する一方で、 報復的攻撃、制裁的攻撃は許容することが観察されており、幼児においても、報復的構成への理解があるとされる。また、シナからは目的を自己過多者、動機を回避、報復とした上で次の四つの攻撃があるとする。ピアジェラの発達心理学などでは、幼児は既存の規範を遵守しようとする、権威思考的であり、善悪の道徳観念の理解は、後期児童、 または、青年期まで形成されないとしてきた。このような説明に対して、近年の研究では、幼児においても、権威から独立した道徳を用いるとされている。シュリエルらの領域理論においては、道徳領域、慣習領域、個人領域の3つの独立した領域で幼児の思考は構成されるとする。幼児は、このような道徳と慣習の領域を区分することができるとされる。 2歳から5歳の児童において、叩く、奪うという攻撃行動は、道徳領域において判断でき、片付けない、集団行動に参加しないなどの監修領域における違反については、2歳は、道徳と監修と区別できず、規則や権威、教師の命令に左右される。4、5歳になると、規則や権威とは、独立して、道徳的な判断ができるようになる。チュリエルは、 4.5歳になると、権威思考的に規則を常に遵守することから脱し、独立した道徳判断ができるようになるとしている。また、児童青年期の発達心理学研究においては、6歳から8歳でも言論の自由を普遍的な道徳と理解することができ、権威者が制限することは悪いと判断できる。他方、敵対する考え方を持つ者に対して、 身体的な攻撃を加えることを衝動する演説については言論の自由が支持されない場合も6歳から8歳までの児童においては観察された。8歳から11歳までの児童は異なる領域を調整し言論の自由を支持する傾向にあった。社会心理学において攻撃行動は厳密には攻撃を加える側の攻撃行動の意図が明確であり、それでいて 攻撃を受ける側が、その攻撃行動を了承していない場合に成立する行動である。その結果によって、攻撃行動かどうかが判断されるのではなく、未遂であっても、その意図が明らかである場合は攻撃行動である。その攻撃の内容についても、身体的なものだけに限られたものではなく、精神的な攻撃行動も嫌がらせや悪口によって、成立しうる。しかし、 攻撃行動は悪い行動として道徳廃反行為とされるが実際には常に悪いとは判断されない。社会心理学の研究では被害の回避を目的とした正当防衛などの攻撃行動や加害者への報復行為については必ずしも悪いとは判断されずに文脈を考慮して判断され攻撃行動が許容されることもある。 集団から逸脱するものを対象とした道徳的攻撃行動は脳生理的に大きな快感を生じさせる。このような権威主義的な制裁を好む傾向にある人は他者の逸脱に敏感であり、逸脱の兆候に過剰に反応し、集団の利得とは関係なく容易に制裁システムを発動させてしまう場合がある。こうした 社会正義を名目とした自分勝手な制裁をオーバーサンクションと言い、結果的に集団の利得を下げる結果につながりやすい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。